二十歳になりましたが、酒がほとんど飲みません。加藤さんは飲み会の時に酒を飲まない人どう思いるの。飲みたくなかったら絶対飲まなくていいよ。そんなクソ未だにいんの俺、若い頃酒、飲み会死ぬほど嫌いで、だ俺、俺の飲み会に来た人だったら絶対に聞いたことあるワードがあって、本当に無理して飲まないでほしい。飲める人だけ飲んでほしいって。絶対飲まなくていい、そんなの。 俺、泥酔しても、なんか、この前、モコと、たまたま、本当にたまたまモコに店で会って、一緒にのテ、のテーブルで、俺、ベロベロに、酩酊状態だったんだけど、モコには酒、絶対飲ませないもん。あの、俺がもし、あのー、乾杯をするみたいな話だったんだけど、モコマジ酒飲めないから、あの <laughs>、ショットグラスに水入れて、水で乾杯した俺、絶対飲ませない。俺、酒は。嫌だから、アルハラが。死ぬほど嫌い。 死ぬほど嫌い、アルコールハラスメント。しかも自分が酔えりゃよくない他人に共有するもんじゃなくないなんかいるんだよ。別にさ、お酒飲みたいのは自分でその場に行ってるのに、相手に共有するやつって意味わかんなくない俺自分が酔えりゃいいからさ。で、めっちゃ飲めるやつにノリで言うことあるよ。カモノハシとかさ、あんな血液の8割アルコールできてるから、おい、カモノハシ飲もうぜとかはあるよ。もう明らかにお互いの関係値があって、お互い飲めるってことを理解した上で言うことあるよ。 で、飲めないやつに飲ませるなんてもう本当に具のこっちゴミ、殺していい。やれ。